小宮古墳は、大分県大分市大字三吉麻具畑にある古墳。1983年5月11日に、国の史跡に指定されている。市波佐まという通称で呼ばれる地区の、住吉川上流の美斜門川沿いの丘陵の南斜面にある。周囲には、大分自動車道大分インターチェンジの開設に、伴い道 IC と大分市中心部を結ぶ道路が、開通し、 住宅団地が造成されるなど、開発が著しい。石棺式石室を持つ九州で、唯一の機内型終末期古墳であり、7世紀末から8世紀初期に、築造されたと推定されている。南北12.5メートル、東西12メートルの豊墳で、内部は沿道を備えた横口式石くとなっている。このような様式は、機内ではよく見られるものであるが、 九州には他に例がない。せっかくは、行海岸をくり抜いて作られている。また、南に川を望み、山を背にする、いわゆる、瀬山林水の立地となっており、風水思想の影響が伺われる。造成年代及び機内に近い石室の様式から、被葬者は、当時、大分軍を治めていた、大分郡の一族で、人身の乱で、大天王子側について活躍したと、 日本書記に記される大分君餌坂ではないかと推定されている。ありがとうございます。